はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビッシュです。では今回は信長の野望革新パープヒット仮想シナリオ対抗の恩、続きをプレイしていきたいと思います。今回担当しているのは豊臣家で、打倒徳川を目指してのプレイになります。で前回はですね、まず毛利が離反したのでこれを討伐しました。で最後に島津もね、我々との同盟を拒否したので今回は島津討伐を行っていきたいと思います。合わせてですね、伊達が徳川にね食い込まれてかなり辛そうにしてるので、チャンスがあればですね、伊達の救援を行っていきたいかなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。出陣をね九州に向けてしていかなければというところなんですけども、再三再四、攻められている部分もあるので、徳川に対してはしっかり防衛を行っていくというところですね。畿内一帯は、ご覧のようにですね、各黒人衆たち、あるいは水軍衆たちとしっかり吉見を通じて、特に大和郡山城のね、防衛が滞りなくできるように気をつけていきたいと思ってます。では島津の討伐戦始めていきたいと思います。島津の残りの城全部ね、一気に奪い取っていきたいというふうに思います。で島津の武将をね全部召し抱えて武将の数を増やしていくというのが目的になります。はい、これで島津を滅ぼしてます。全員ね、登用していきましょう。これでまた、ちょっとずつね、打倒徳川の道を歩んでいきたいと思います。ではまた、大和郡山城がね、敵の攻撃を受けてますので、いつも通りにはなりますが、雷連を出して確実にこれを追っ払っておきたいと思います。前回もこの大和郡山城のね防衛戦やったと思うんですけど、徐々にね、やっぱり徳川軍の攻撃力、装備品含めて強くなってきてるので、厳しい戦いがね、今後予想されるかなというところですね。できるだけここは防衛をね、しっかりやり遂げるというところでやっていきたいと思います。では雪村正幸親子を含めた主力軍は春日山城の攻略に入りましょう。一方徳川軍がですね、高山城の攻略に出てきてるんですけど、これの防衛は少し難しそうです。あえてね、高山城は取られてもいいかなというところで、その間に春日山城を取ってしまいましょう。さあ、春日山城の攻略戦始まってます。大和郡山城の防衛戦もね、順調に来てますね、ここまでね。さすが大和郡山城という盤石の強さだったと思います。この後春日山城を攻略して、その後ね、徳川の武将を一網打尽にしたいなと思うので、高山城の攻防戦に入っていければいいかなと思います。春日山城の攻略はうまくいきそうですね。一方敵の方はですね、高山城を取った後、その勢いのままにご覧の大軍で富山城に向かってきています。なので、この春日山城で、攻略したら早々に、高山城から出てきた敵の部隊を富山城で迎え撃ちたいので、富山城の御詰めに向かいたいと思います。いよいよ徳川との決戦、まさにその状況が鮮明になってきましたね。さあ、春日山城を取りました。春日山城を取ったら、この勢いのままにですね、富山城の防衛戦、これに出撃していきたいと思います。ちょっと数が足りないかな。急いで出撃準備を整えていきましょう。では、富山城の防衛に成功したので、
徳川軍の武将がたくさん入っている、高山城ですね。ここの奪還戦を始めて、ここで、徳川軍の武将をね、たくさん捕まえて一気に武将の数を逆転していきたいと思います。現在の武将の数なんですけども、まず豊臣の方なんですが、現役が78です。で、徳川の方が84です。で、高山城に何人武将が入ってるかというと、8人入ってるんですね。なので、この8人全部捕まえて処罰できれば、武将の数で逆転できるというところですね。さあ、この高山城周辺で激戦になりそうな、まあ、10万以上の軍勢同士がぶつかる、まあ、そういう戦いになりそうですね。まあ、うまくここは同士討ちとか、計略系のね、戦法を使って、徳川軍を撃破していきましょう。出撃してきた敵をことごとく捕獲していきます。ここは計略同士打ち本当に強いですよね。敵の武将の数が多ければ多いほど同士打ちで1回に削れる数がねすごく増えますからね。で彼らは岐阜城に撤退していくようなので、このまま岐阜城の追撃戦に入りましょう。で、武将をさらに捕らえていきます。今回捕らえた武将ですが、一応登用できるかどうか確認して、できなければ処刑していきましょう。まあ、特に、強キャラはね、処刑しておきます。そして、そのまま、追撃戦に入りましょう。追撃して岐阜城までね取れれば一番いいですよね。ではそのまま今岐阜城の城下になだれ込んできています。岐阜城の攻略戦、ここにも武将15人っていう数が入ってるので、この15人をね何としても確保していきたいと思います。この15人は大きいよな。なんとしてもこの15人は全部捕らえて処刑していきましょう。返還の使者、まあ会うだけ会って拒否するっていうね、絶望を与えていきます。佐々木小次郎。57万払うって言って来てますけどね。これもちろん、拒否していきます。さあ、岐阜城を制圧してます。このまま追撃戦に入りましょう。どこまで追撃できるかな。清洲城なのか、上田城だな。みんな上田城に帰りそうな感じですよね。なので、追撃戦に入ります。できるだけ追撃をしっかり行って、敵をここで捕獲しておきたいですよね。大垣城に戻る人もいる。ああ、大垣城まで取ると大きいですね。大垣城への追撃戦に入りましょう。大垣城にも10人武将が入ってるからね、まあ、取り逃しも含めて、まあ、何人か流れたとは思うんですけど、ここで大垣城まで取って武将10人、これを狙っていきます。大垣城の方が守りとしてはね、まあなんだろう、しょぼいというか小さい市場扱いの城になってるんで、ここは取りやすいかなというふうには思います。さあ、では大垣城に敵13万っていう数入ってますね。13万はすごい数だけど、武将の数も12人っていうね、これは本当にありがたい数なんで、これを倒して、なんとかね、ここで、敵の数を、武将の数っていう意味ですね。武将の数を削っておきたいと思います。さあ、大垣城落城させました。だいぶね、敵の数を減らせたんじゃないかなと思います。この後確認していきましょう。敵をね、
ここにいるものも全部撃破して、その後大垣城で捕らえていきましょう。早速、まあ、登用できる人がいるかどうかだけ確認します。登用できないのであれば残念ながら全員死んでもらう。まあ、佐々木小次郎だけ捕虜交換がねいつかあるかもしれないので取っておきましょう。これで武将の数確認していきます。豊臣が現役76、そして徳川が69と、ようやく逆転できましたね。武将の数も、あとは一気に、徳川をね滅ぼしていこうと、まあ、そのように思っています。では今回はここまでさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。